経営者にとっては仕事もプライベートも一心同体だからこそ、いずれか一方がおかしくなるともう一方もおかしくなる。ならばその一方、恋愛をねおかしくしないためにはこういう男と付き合うのは少し控えた方がいいのではないか、そんな男性の4つのパターンを今日はご紹介していきたいと思います。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性の経営者の場合はね、割とこう仕事もプライベートも切り分けてお考えになれる方が多い。全員が全員じゃないですよ、一方で女性はね、割とやっぱり仕事も恋愛も切り分けられない。見た目上はね切り分けてるんです。ただ感情的にはね切り分けるのがお得意じゃない方が多い。だから特にね、これが経営者の方となるとプライベートの方でね大きなトラブルがあったりとか心引きずられる何かがあるとそれがね業績に直接的に影響を与えることがある。まあ、逆に言うとね業績の方で大きな影響があるとマイナス影響があるとねプライベートの方にも、まあ、大きな影響を及ぼすことがある。まあ、だからこそねこれ両輪なんです。両方ねうまく回していかなければいけない話なんで、まあ、両方をねどう回していくかっていう話をしていきたいんだが、まあ、それをやるとちょっと時間がないので、まあ、今日はこのね一方の方プライベート特に恋愛というところにね、焦点を当てて、まあ、特に女性経営者はねこういう男と付き合うとマイナスになることが多いからやめた方がいいよというパターンをご紹介していきたいと思います。まあ、もちろん今言ったようにねこう恋愛ごとに限らず、まあ、仕事そのものとかね、まあ、全体的に業績をどう上げていこうかみたいな話については、一応うちはね法人向けのコンサルというか、まあ法人向けの研修なんかもご紹介させてもらっているので、まあ、こちらの方にね、お越しいただければ、まあ、今朝も近いんでね、こちらの方、ご覧になっていただいて、リンク先はこちらに出てますからね、まあ、こちらの方から、お問い合わせいただければと思いますが、まあ、今日はねまずそのために、こういうパターンの男とお付き合いするとプライベートの方でねちょっと乱れて結果的に、ね、仕事の方も乱れちゃうよねっていうようなお話。じゃあどういう男と付き合えばいいんだっていうね、ツッコミが来そうなんで先に言ってきますけど、ここで紹介してないような男を選んでください。ここで紹介してないような男であればまあ大体大丈夫でしょうということで、じゃあそのパターン4つのパターンっていうのはどういうパターンなのかということをご紹介していくと、その1番目こちらですね。はい、同業者。同業者とね、交際は大体ダメです。ダメっていうか多分あなたも経験あると思うんですけど、同業者とお付き合いをするとねやっぱり、いろんな意味でね有利になることも多いですよ。もちろんね、頻繁に顔を合わせるしお互いの情報をシェアすることができるし、まあ、場合によってはね、まあ、仕入れ先を、まあ、一元化してね、まあ、仕入れ単価下げましょうみたいな話もできたりするかもしれないけども、ただねやっぱり業界で知ってる人が多かったりもするし、やっぱり彼の動きがねやっぱりちょいちょい気になったりするんですよね。で特にねやっぱり業界内で彼がやっぱりどこで何やってたかとかね、あっちでこういう女と話をしてたとかこういうことをやってたとか、こう怪しげな行動なんかがねしてる時にやっぱりそれはちょいちょい耳に入ってきて、あなたにとってはすごくなんか不愉快というかやっぱり心乱されたりすることが多かったりするんですよね。しかもまあ全く知らないところだったらそんなこともないんでしょうけど、やっぱり同じ業界にいるからねやっぱり彼の動きはちょいちょい耳に入ってきてそっちに気を取られて引きずられる。さらにはねやっぱりさっきも言ったように同業でね同じ情報をシェアしてるから、まあ、その中でねやっぱり、まあ、彼にとって正しいと思う考え方とあなたにとって正しいと思う考え方がねやっぱり違うことってあると思うんですよね。その時にやっぱりこう彼の方に引きずられていってしまってあなた本来の判断力が、失われていくこともあるし、またねやっぱり彼は彼であなたの仕事に口を出すこともあるかもしれないし、あなたもあなたで彼の仕事ぶりにねやっぱり気にかかることがあったりとかイライラつくことがあったりとかねしてね、結果的にねこうお互いそこで口出し合ってああでもないこうでもないって話になってまたそれがストレスになってとか、まあ大体ねろくでもないことにしかならないことが多い。まあだからできればねやっぱりこう同業者というか、まあ、同じ業界の人っていうのはねやめた方がいいですよ。あとあとねまたお付き合いしてあの2人はなんか付き合ってるらしいよ、あそこの会社のあの社長とあっちの社長は付き合ってるらしいよなんて話があった後にまたその後ね別れたらしいよみたいな話になってもそれもそれでね面倒くさかったりするじゃないですか。まだ同じ会社の中だったらねまだそういうこともあり得るかもしれませんけど、今度はだってねやっぱり会社同士だったりすると利害関係があって他にもねよそに利害関係がある人がいる中でねあの人たち大丈夫みたいな話になっても困るから、極
極力ね、よっぽど本当にね、そういうリスクがあることを承知の上でも、よっぽどいい男だとか、まあ、よっぽど、お付き合いしたら間違いないということをね、確定的にあなたが判断できるんだったら、まあ、それはそれでいいかもしれないし、まあ、もしくは逆にね、まあ、同業者でね、お互い関係性が近いから、まあ、割り切りでね、まあ、お友達関係というか、まあ、お友達以上恋人未満みたいな関係のお付き合いをしていく上では、それはそれでいいとは思いますけど、まあ、そこからさらに一歩踏み込んでね、こう、まあ、いわゆる恋人とか夫婦みたいな関係を考えてのお付き合いというのはやめた方がいいよねと、いうことで、まあ、同業者はやめておけっていう話でした。1番目ですね。そして2番目ですね、まあ、これもね、よくある話で、異業種交流会でね会う男、異業種交流会で会う男はねダメだとは言いませんよ。まあ、異業種交流会だとおっさんしかいないから、そこにいる人たちが全員ダメだっていうことじゃなくて、そういうところで、あなたに対してね、色恋で近づいてきて、色恋で関係性を持つような男は基本的に、ね、ダメですよ。なぜダメかというと、他でも同じことやってるからね。もうね、そういう落ち着かないおじさんっているんでね、経営者なんかでもね、だからそういう人と関わってると、後々ね、あなたもやっぱり心穏やかになれないし、またね、まあ、相手が既婚者であなたが既婚者なのか、まあ、お互い独身なのか、そういうことは全く無視してね、やっぱりね、相手がどうで何やってるかってすごくやっぱりちょいちょい気になったりするし、またその会合なんかにもね、また行きづらくなったりもするし、ね、またそういうところでね、他の女に声かけてるんちゃうかなとかね、そういうところで気になって、他の人に対して疑心暗鬼になったりとかね、大体そういう場で出会ってそういうことを容赦なくやってくる男の人っていうのは本当にね、ろくでもない。もちろんね、さっきも言ったように異業種交流会で会うことが悪いとは言わないし、もちろんそういうところからね、出会いが発展して関係性を深めていきながらね、2人結ばれていくっていうのは、それはストーリーとしてはありだと思うけど、まあね、こう何だろうな、こう会った、会ってね、すぐ口説かれて、まあご飯食べ行って、そのままそういう関係になってみたいな形でね、なし崩し的にお付き合いをしてしまうような人との関係というのは、基本的にはねダメです。彼がどんなにね経営者として尊敬できる人であろうが、まあ、どんなにね大きい会社の社長であろうがね、まあ、イケメンであろうが、やっぱりそういう場で、そういう行動、そういう態度をあなたにお示しして、あなたとそういう関係になろうとしている時点でね、基本的にはお付き合いの対象としてはダメ。遊びの対象としては全然、ね、ありだと思います。あなたも別にね、さっきみたいに、まあ、ちょっと日休みしたとかこいつでみたいな、感じでお付き合いする分にはいいけど、それで気持ち持ってかれちゃうんだったら、もう早いうちにね、もうそういう風に近づいてくるような男の人だったら、ああこれあかんやつだっていう風に思って避けた方がいいのではないでしょうか。まあ別に異業種交流会に限った話じゃないんですけどね、まあいわゆるそういうね、まあいわゆるこうお見合いパーティー的な色恋をの話をしましょうという場じゃない場面で、色恋的な話であなたに近づいてくるような経営者というのは基本的にはね、やめた方がいいですよという話です。さあ、そして3番目です。これはもうね、言うまでもなく、もうあなたも100も承知だと思いますが、こういうことでねやっちゃう人いるんですよね。これ絶対ダメですよ。従業員もしくは出入り業者、従業員や出入り業者、あなたと完全なね、利害関係もしくは主従関係が成立しているようなお相手とのお付き合いっていうのは絶対にあかんですからね。絶対に。これは別にパワハラとかセクハラっていう話もあるんだけども、それとは全然別の次元でね、やっぱりそっち側にね、あなたの感情が持っていかれてしまって、正常な判断が絶対にできなくなるんでね。やっぱりしかもね、身近でね、会社の事情をよく分かってたりするわけじゃないですか。あなたに近いところにいるから、だから彼が人事に口を出してきたりとか、まあその出入り業者の人なりがね、やっぱり経営方針に口を出してきたりすることもあったりするわけですよ。こういうふうにした方がいいんちゃうのとかね、またなんかこいつとあいつはね、人間関係ダメだから、こういうふうに組織編成はこういうふうにした方がいいんちゃうかとかね、まあ好き勝手なこと言うわけですね。自分自身がこう社長であるというそのプレッシャーも、ね、知らずに好き勝手に。であなたはね、あなたでやっぱり好きな男が言うことだから答えてあげたくなっちゃうじゃないですか。そこでね、ドライにバサッと、いやそんなことはね関係ないんだと、まあ私はね、自分の経営者としての職務、職責をね全うして、その責任において彼が何を言おうが全く、一個だにしないっていうふうにみんな言うんだけどね、言った通りにならないんだよね。本当に引きずられるんです、大体ね。だから、いずれ、気づいた時にはやっぱりね、会社のイニシアチブを彼に握られとかね、まあそのまんま
経営がねうまくいかなくなっていったりとか、まあ、さっきの話じゃないけどやっぱりイニシアチブがあなたが持っていたとしてもねやっぱり彼の意見に右往左往してねやっぱり仕事そのものがうまくいかなくなって結果的にね会社がダメになっていく、まあ、大体女性の、ね、経営者みんながみんなそうだとは言わないけども大体やっぱりでもご自分でね判断したことって正しいことが多いですよ。女性経営者の勘ってね、大体正しいことが多いので、でなんでダメになっていくか、その勘がダメになっていくかっていうとバカな男の言うことを聞くからなんですね。だから男の言うことをね聞かないの。ただ大体ね普通の人は口出さないんだけど従業員とか出入り業者とかね割と近いところにいてあなたのことあなたの会社のことよく知ってるから口を出したくなってね口出しちゃうんだよね。だからそれに乗っかってねダメになっちゃうんですよね。だからまあ全くね口を出さない本当にね淡々と本当にねもう事務の仕事しかやらない淡々ともうずっともう経理一筋40年でいてくれるねもう先代からのずっと番頭さんでいてくれるみたいなねまあそういう人とかだったらねまだいいかもしれませんけどそうじゃないでしょ。だからまあ基本的にはやっぱり従業員とかまあもちろんさっきも言ったようにパワハラとかねセクハラっていう観点からもダメはダメなんだけど、大体ねやっぱりこう従業員とちょっかいを出してそういう関係になると、まあ、散々振り回された挙句ね最後の最後は手玉に取られて、会社の金持ってかれるとかね会社の情報とかお客さんを、持ってって他の会社に持ってかれちゃうとか、まあ、本当にね裏切られて痛い思いをして、散々な目に遭ってる人っていうのはねもう本当に僕も散々見てきましたけどやめた方がいいですよ。だからもう従業員とか、取引先とか、まあ、そういうね、こう主従の関係とか、上下関係とかね、いわゆる利害関係のある人とその利害関係とかできっちり、ね、保たれていた関係がその利害がね逆転しちゃったりするからもうダメあかんということで、3番目でした。さあそして4番目ですね。これは前にもねこんなお話したかもしれませんね。極端な年下はダメと、年下はねやっぱりいいんですよねすごくね。で年下の男の子もやっぱり女性経営者ってやっぱり憧れますよ。やっぱり輝いてるし、皆さん綺麗にされてるしね、積極的で前向きでコミュニケーション能力も高くてねそしてお金を持っているとで綺麗にされてる方がやっぱりすごく多いので、まあ、男の子からしてみるとねやっぱりこう憧れの的でねやっぱ本気で好きになったりするんです、悪気なくね、そしてあなたもねやっぱりこう極端な年下とかからねしかもそれはイケメンだったりするとね心なびいてね、そっちにね、こう気持ち持ってかれちゃう。でも残念ながらやっぱり年下の男の子って最後の最後は自分の世界に戻っていくことがほとんどなんでね別にあなたにね金目当てだとかなんか就職先斡旋してほしいとかねそういうことを求めてきてたわけじゃないと思うんですよ。だけどもやっぱり年を取っていき、まあ、もうちょっとねこう自分と同年代の女性とお付き合いしたいなっていうふうにやっぱり去っていくことが多いですよ。どう考えてもね全部が全部そうじゃないですよ。全部が全部はそうじゃないけどそういうことが多いで、そういう時にやっぱりねあなたがせっかく手に入れたこの希少なね価値ある年下男子を失いたくない願望にとらわれてしまうと結果的にねそっちに振り回される。だから、普通の男とね恋愛してまあグダグダになったりしてもねでもまあ女性の経営者の人って大体立ち直るんです。でもね年下の男にこう振られそうになった時のこの執着の仕方って結構尋常じゃなくてねもう本当に仕事のことそっちのけでねもうこれを手に入れた以上は手放したらもう自分はもう本当に地獄に落ちるんじゃないかぐらいの感覚でそっちにものすごいエネルギー使い始めてしまうからそんなもうマイナスでしかないのは分かっててもね感情で抑えきれなくなってしまうのでだからもう最初からね触らない付き合わない関わらないというふうに考えて、まあ、年下の男の子からねやん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 言われてもああはいはい ありがとうっていうふうに流すようにしておいた方がいいですよと、いうことで、まあ、今日はね4パターンご紹介をさせていただきました。まあ、もちろんねこの4パターンに限らず、まあ、そもそものね、まあ、クズとかね、まあ、人間的にちょっとね問題あるみたいな人は、まあ、そんな人はね、まあ、あなたも関わってれば分かると思うんで一時取り上げていませんが、まあ、ここでね取り上げてる4つというのは、まあ、大体みんな分かっていながらもハマっていき、そして、仕事もダメにして、まあダメっていうかね完全にダメになるんじゃないんでしょうけど、まあ一時的にね大きなへこみを作ってしまうような要素になったりすることもあるんでね、でまあさっきもね冒頭の方にも言いましたけどこういう人に引っかかる時ってねどういう時だっていうと大体ね
業績がちょっと良くなかったりとか、何か行き詰まりを感じている時にね、こういうのが近づいてくるとほろっていっちゃったりするんでね、まあ、そういう時こそ要注意。そういう時はね、やっぱりこういうところに行くんじゃなくて、まずやっぱり自分がやるべきこと、まあ経営者であればね、また社長であれば本来ね、その業績を伸ばしていくっていうことがもう一丁目一番地でね、それ以外のこと考えなくていいんで、そっちにね、まず力を注ぐというふうにお考えになった方がいいのかなと思います。もちろんね、女性経営者に限らず、まあ基本的には普通の会社員の方でもね、主婦の方でも、こういう男の人ってね、危ないなと思う男の人とは近づかない方がいいのは当たり前の話なので、まあ、こんなことを頭の片隅に置いといていただくといいのかなと、思います。現場からは以上です。